パルセラフミュージックスクール伊藤児玉です。今回はスピッツの春の歌を簡単にして叩いてみました。基本ずっとドンとドンだけです。基本は A メロとか B メロとかずっとそれでいってもらって、サビだけドンタタタドンっていうシェイクのビートを使います。この2種類だけで、まあ、あと2番のところ間奏のところかなに、少しちょっと違うの入るんですけど、フィルの練習をしたい方はそれを入れて、難しいなって方はドンツドズドンツドズンを続けてっても大丈夫です。いざ実際みんなでやりますってなった時も、そのビート叩いてればとりあえずは曲は、やっていけるので、全部コピーしようと思わなくても大丈夫です。やりたい人は真似してやってみましょう。じゃあ最初の方からいきますね。言った通り、ドンツドズっていうビートなんですけど、まずこのビートだけだからキックは少し多めにしています。まずは最初右手とキックですね。ドン、次右手キック、右手両方右キック右両方、そんな感じですね。そしたら右左右両手右の手をつけます。ドンツドツドンツドツドンツドツ、これを、ちょっと早くしてやります。最初難しいと思います。ですね、やっててみてください。まあちょっとフィルとかを、まあ、入れても入れなくてもいいんですけど、入れれたら2発もしくは4発を使って、適当にフィルを入れてくれるといいかなと思います。まあその4小節とか8小節の切れ目あたり、切りのいいところで入れてあります。ちょっと見てみてください。はい、でサビの前ですね。ルルララララパラーラー、あるのその前のところで止まってます。キックとハイハットを開けてオープンハイハットにして、スネアスネアトゥントゥン、フォアフォアスネアで止まってください。なるのな感じで入っていきます。でサビはライドシンバルで、シェイクビートです。これの繰り返しでお願いします。フィルも適当に入れるタイプ入れましょうですね。これで大半が終わります。なので、まあ、その間奏部分、間奏というか D メロ部分ですかねは、トンとトン、まずはスネアとフロアを同時に叩く。でトンツトツトンツン、4回22でスネアとタムを叩きます。これを前のタムにするか横のタムにするかを変えてるだけを交互にやってます。やってます。もちろんタムフロアに4発22で分けても全然いいです。まあ、この辺は自由にフィルをやってくださいってことなんですけど、これを見てる方はきっと自分で決めることがまだできないと思うので、とりあえずこう振り分けて叩く練習としてフィルを入れていますですね。で最後までいって、これフェードアウトなんでそのままフェードアウトして終わりましたけど、そんな感じで実際に終わるときはせーのでジャンで終わればいいかなと思うので、試しにやってみましょう。ゆっくりビートを練習してね、やってください。こういう曲はドンツドツドンの部分をスネアに変えてもいいです。ドンツドツドンだったり、ドンツドツドンツツタツタンの部分をツドに変えても大丈夫です。タンタウタンのこの部分をキックにするのかスネアにするのかを変えるだけで、それっぽくかっこよくなります。まあ、ちょっと適当にやれるようになると余計遊んで叩けるような曲なので、ぜひチャレンジしてみましょう。以上です。